お隣さんの正体が世界にバレてしまったようです。韓国がロシア人の教授からもボロクソな評価をされていたことが分かりました。では、その評価を下したロシア人教授は誰かというと、朝鮮半島を専門に研究しているアンドレイ・ランコフ氏。ランコフ氏は、旧ソ連生まれのロシア人で、ソウルの大学に勤めており、世界では、北朝鮮や韓国に詳しい政治学者としても知られています。そんな彼が、米国のある雑誌で、韓国は、心が狭くて責任感がない国。といったような辛辣な評価を下した論文を発表したんです。韓国の大学で教えているのにもかかわらず、そんな発言をして大丈夫なの?と心配になりますが、長年韓国の研究をしているだけあって、論文の内容はかなり的を得ていたようで。全くその通りだ。彼の指摘は鋭いね。といったように、論文には世界中から肯定的なコメントが寄せられたようです。では、一体、その論文には、他に、どんなことが書かれていたのでしょうか?というわけで、今回は、そのランコフ氏の発表した、韓国に関する論文の内容について、ご紹介していきたいと思います。そして、今回も、そんな韓国の反応も合わせてご紹介しますので、最後まで楽しんでくださいね。それでは行ってみましょう。では、早速ですが、ランコフ氏が発表した論文の内容からご紹介していきましょう。なぜランコフ氏が、韓国は心が狭くて責任感がない国、と評価するのに至ったかというと、主に3つの理由があったようです。その理由とは、1、韓国は外交や国内の問題に興味がなさすぎるため、国として視野が狭い。2、韓国の外交は、他の中級国家と比べると見せかけばかり。3. 韓国の国民は外国人に対して冷たく排他的な傾向である。という3つの点。ランコフ氏の主張する理由を見る限り、韓国は自分以外のことに興味がなく、それ以外は人事という印象を受けますね。国も国民も自己中心的な傾向、完全に韓国のお国柄そのものです。ちなみに、2で出てきた中級国家という言葉は、韓国においては、大国の水準に近い国という立ち位置を意味しているようです。要は、自分たちのことを、後進国よりは先進国よりだと韓国は思っているというわけですね。実際、それはどうかな?という感じではありますが。では、そろそろ本題に戻りましょう。3つの理由について、ランコフ氏が、なぜ、こう考えたのかについても、論文で詳しく語られています。例えば、彼は、1の、韓国は、外交や国内の問題に興味がなさすぎるため、国として視野が狭いという理由については、韓国は、国としては、度量があまりにも狭すぎる。なぜなら、彼らは、自分の国から離れたところで起きたことには関心を持たない。それに、自分の国の周りで起きたことであっても、韓国は自分たちにとって利害がない問題に関しては責任を持とうとしないからである。というように語っているんです。なかなか鋭い指摘ですよね。特に、利害がない問題に関して責任を持とうとしないという指摘は、視聴者さんの中にもかなり思い当たる説がある部分なのではないでしょうか?韓国は、昔からお金の絡む出来事には関わろうとするものの、利益のないことには、知らん顔、なんて話が絶えません。鉄道関連の話なんかでも多いですよね。トラブルが起きても、売ってやったんだから、あとは自分たちでどうにかしてね、と言わんばかりに、故障や不具合があっても、アフターサービスもなく、大揉めに、という話題を、一度は聞いたことがあるんじゃないでしょうか。こういう過去の出来事を踏まえて考えると、ランコフ氏の指摘は、かなり信憑性がありそうです。ところで、ランコフ氏は、韓国と他の中級国家と比較しても、国家同士の友好関係がダメだという指摘もしています。彼は、オーストラリアや、スウェーデンといったように、他の中級国家の名を挙げつつ、韓国は、他の中級国家と比較すると、周辺の国家との友好関係がない。この現状は、
おそらく韓国の国としてのあり方に問題がある。同じく民主主義国家である日本、台湾とも距離がある。といったような厳しい評価を下しています。また、彼は日本と韓国の関係についても言及しており、特に過去を理由にした終わりの見えない日本との争いは、客観的に見ても極めて感情的で凄まじい。というように、韓国の執着っぷりは異常だと考えているようです。韓国は何かと日本に噛みつきまくってますが、これは海外から見ても異様な光景のようですね。ちなみに、ランコフ氏は中国とロシア、アメリカとの関係についてもこのように言及しています。韓国は中国に対しては貿易量が増えたことなどを理由に、一時は愛憎の念が入り混じったような態度をとってきたものの、ここ数年は敵対的な傾向になりつつある。ロシアには敵対でも友好でもない他人行儀な関係にある。アメリカとは唯一の同盟国であり、この特別な関係は韓国民の多数に支持されている。しかし、これは要するに韓国にとって自国の周辺には頼れる相手は全くいないということも意味している。皆さんはこのランコフ氏の考えを聞いてどう思いましたか？アメリカとの関係は良好であるものの、周辺に頼れる相手がいないという指摘はかなり的を得ているのではないでしょうか？これまで韓国がやらかしてきたことを顧みれば自業自得でしかないんですけどね。ところで、韓国について辛辣な評価をしてばかりのランコフ氏ですが、実はちゃんと同国のことを評価していたりもします。というのも、氏はこんな発言もしています。国内総生産 GDP ではロシアに近く、軍事力でも世界から見れば高い地位にあるので、中級国家と呼べるだろう、という評価もしているんですね。要は韓国の GDP や軍事力は中級国家レベルであると彼は考えているわけです。とはいえ、先ほど紹介した通り、韓国は利害のないことには無関心で、周辺の国との友好関係がよろしくないため、中級国家からはマイナス評価のようですね。さらに、冒頭の方でもお話ししましたが、韓国の外交は他の中級国家と比べると見せかけばかり。という理由も、彼がそう思うに至った理由だったようです。というのも、ランコフ氏は、韓国は国際的な活動をとる場合もある。しかし、そうした動きのほとんどは断片的であり、見せかけだけに過ぎない場合が多い。実際、韓国政府の対外活動への財政支出は少なく、有権者や納税者が自国に直に利益をもたらす課題以外のことへ、国の財源を回すことを拒む傾向がはっきりしている。という指摘もしているんですね。以上のことを踏まえると、ランコフ氏は他国のために行動ができない自分の利益になること以外で動かない。器が小さい限り、韓国は中級国家にすらなれないと言っているようなものです。対外活動をケチっているのが、有権者や納税者とランコフ氏が指定している時点で、国としてというよりは、国民の意識自体に問題があると言っているように取れてしまいます。これについては、実際、ランコフ氏も問題として認識しているようで、韓国の国民の外国人に対する姿勢についても言及しています。では、どのように考えているかというと、韓国の社会は視野と価値観の偏りがある。例えば、外国からの難民や移民の受け入れに対してひどく渋る傾向がある。現在韓国には合計250万人の外国人が住んでいるとされるものの、一般的な韓国人はそれらの外国人を最終的には国を去る暫定的な労働力としか見ていない。韓国人の多くは外からやってくる人たちに対して高い教育や技能を持つ人間でも、同じ朝鮮民族以外はやがて韓国を離れていく存在だと捉えている。東南アジアなどの発展途上国からの出稼ぎ的な外国人労働者は韓国社会に同化させようとはしない。単純労働だけに関わり、短い期間で去ることを望んでいる。韓国の出生率の低下や高齢化を考えると、
現実的に考えれば、この種の外国人忌避はすべきではない。しかし、その根は深く変わりそうにもない。というように考えているんだそう。国のお偉いさんどころの問題ではなく、国民レベルで、外国人に対して排他的のようです。確かに、国民の意識自体に問題があると言わざるを得ません。外国人はよそ者扱いで、他人を受け入れるほどの器がない。これも、韓国の器の狭さの表れと言えますね。このような理由から、ランコフ氏は、韓国は、心が狭くて、責任感がない国。と評価するのに至ったんだそうです。確かに、説得力がありすぎて、納得しかできませんね。長年、朝鮮半島について専攻し、ソウル大学に勤めている、ランコフ氏だからこその説得力です。しかも、ランコフ氏、つい最近も、ロシアとノースコリアに関する鋭い指摘をしたことで、注目を集めています。それは、ロシアとノースコリアの軍事協力による接近は、見かけ倒しの威嚇に過ぎないため、日米間は冷静に対応するべきだ。というものです。ランコフ氏は、二国が本気で軍事協力をするのであれば、これほど壮大な見せ物を披露する必要はなく、裏で密かにやるはずである。ロシアの本当の狙いは、アメリカと韓国への警告だ。アメリカが、ウクライナで、これ以上邪魔をするなら、ロシアはノースコリアに近づくだろう。そして、アメリカに圧をかける。韓国が、ウクライナへの武器供与を行うようであれば、ロシアは、ノースコリアに、韓国の脅威となる軍事技術を渡す、という警告である。ロシアは、ノースコリアを信用しておらず、軍事技術を他国に流されることを避けるため、技術給与を行う可能性はごくわずかだ。というように指摘しています。つまり、ロシアのやっていることは、脅しに過ぎないと考えているようです。実際、この指摘は正しかったようで、ロシアで使用されたノースコリア製の武器は質が悪く、砲弾は使う前から爆発しています。さらに、12月21日に、ロシアのゲラシモフ参謀総長が、日米間の協力などが、アジア太平洋地域での軍事的脅威を高めている。という発言をしたことからもわかる通り、三国が協力関係にあることは、ロシアにとって脅威になっていることまでわかっているんです。どちらも、ランコフ氏の指摘通りですよね。朝鮮半島に詳しい専門家として、評価が高いわけです。ところで、ランコフ氏以外にも、韓国について、鋭い指摘をした教授がいるんです。次のトピックでは、韓国を先進国にしたのは日本だ。と指摘したことで注目を集めた、アメリカ人の教授の話題について、お話をしていきたいと思います。多くの韓国人は、日帝時代に、資源や物資を奪われたせいで、韓国の発展が遅れた。と考えている。しかし、その考えは、世界の見方とはかなり異なっているようだ。我々が決命と呼び、日帝を倒したヒーローのように思っているアメリカですら、韓国の考えと真逆の認識だ。あるアメリカ人学者は、こう主張している。韓国が発展を遂げ、先進国になれたのは日本のおかげだ。韓国人は、日本から韓国に莫大な資本を投入し、数々の技術支援を受けてきたことに深く感謝しなければならない。韓国が発展した理由を世界はこう見ているんだ。国際社会は韓国の発展は日本がいたからこそ成し遂げられたと思っている。たまたま日本という国が隣にいたから、幸運にも韓国は先進国の仲間入りができたと世界は考えているんだ。それには3つの根拠がある。1つ目は、日帝は植民地である韓国に莫大な資本を投入したからだ。日帝が支配する前の朝鮮は、目立った技術も資源もない小国に過ぎなかった。しかも、大韓帝国の財政は、その時すでに破綻していたんだ。そもそも、大韓帝国時代には、財政という概念すら持っていなかった。国家のために使う資金と国王たちのポケットマネーは、全く同じ財布に入っていたんだ。今考えると信じられないことだよね。つまり、国民の税金を、自分のポケットに入れて自由に使っていたわけなんだから。
実際、林妃は病弱な息子の治療を祈祷師に依頼し、国の金庫から莫大な報酬を支払っていた。近代国家なら、政府のお金と王室の金は分離しているのが当然である。しかし、大韓帝国は、そんな当たり前のことすら理解していなかったんだ。そんな王室が支配している国なわけだから、国民の生活が苦しいのは言うまでもないだろう。当時の人々は、飢えと貧困に苦しみ、ヤンバンに残った、わずかな物資や食料を強奪され、悲惨な生活を送っていた。大韓帝国は、この悲惨な状況に対し何の手も打たず、ただ眺めているだけだった。その状況を一変させたのが日本なんだ。日本は、第一次世界大戦中の1904年に、日本人を大韓帝国の財政顧問に就任させた。そして、翌年の1905年、大韓帝国は、建国史上初めて、近代的な国家予算を組むことになった。初めて、国家財政と王室のポケットマネーが分離され、近代的な財政がスタートしたのだ。もちろん、大韓帝国の財政に革命を起こしたのは日本だ。しかし、それでも、大韓帝国の予算は完全な赤字だった。税収が全く足りていなかったのである。この時代に、日本人の財政顧問はどう対応したと思う？なんと、その不足分を日本政府から借りて補填したんだ。当時、何の力もない大韓帝国に、莫大な予算を回すなんて、普通に考えたらとんでもないリスクだ。しかも、日本は、毎年、相当な金額を韓国に貸し付けていた。大韓帝国が植民地にされる1910年まで、日帝が韓国に貸した額は、当時の額で1億円に上る。現在の貨幣価値に直すと、なんと約18兆円にもなるんだ。この額は、今の韓国の国家予算の3割弱に相当する。日帝は、そんな大金を、返済の見込みすら、怪しい朝鮮に、延々と流し込んでいたんだ。ちなみに、この借金は、朝鮮が植民地にされた際に、すべて帳消しにされた。つまり、大韓帝国は、日本からの大量の資金注入により、ただで国を発展させることに成功したんだ。この構造は、植民地時代も続いた。朝鮮総督府の予算も、大韓帝国時代と同じく赤字が続いていたからだ。1910年には、明治天皇が、恩賜金として朝鮮総督府へ3000万円、現在の価値で 5.4 兆円を返済義務なしで送っている。しかし、それでも、朝鮮の財政を立て直すには全く足りなかった。そのため、植民地支配が終わるまで、日帝は、朝鮮に、毎年、少なくとも2000万円を注入し続けた。現在の価値で言う 3.6 兆円を、朝鮮は、毎年タダで受け取っていたのだ。朝鮮は、日本政府からの恩恵だけでなく、日本の民間人からも、莫大な投資を受けている。保護国時代には、鉄道事業の原資として6600万円、現在の貨幣価値で21兆円。1930年代には、スプンダムの建設費として、2.7 億円、同10兆円など、数え上げたら、キリがないほどの民間投資が朝鮮に対して行われてきた。現代の韓国人は、日本製鉄や三菱、住友などを先般企業と呼んでいるが、それらの企業も、朝鮮に、いくつもの巨大工場を建設している。それらの工場が雇っていたのは、もちろん韓国人労働者だ。韓国人は、日本の大企業に雇われ、高い給料をもらい豊かになった。日本企業の手によって工業化を達成した朝鮮は、日本本土に輸出を行うようにもなり、経済はますます潤った。日帝が、これまで韓国に投じた資金は、少なくとも21億円に上る。現在の貨幣価値にすると、なんと63兆円である。もちろん、韓国は、日本に、ビタ一文たりとも返済してはいない。日帝自体の朝鮮は、莫大な資金をタダで受け取り、日帝の高度な技術の恩恵もタダで受けていたのである。しかも、戦前だけではなく、戦後も、この状況は続いていた。それが、アメリカ人学者が主張する韓国が先進国になったとする二つ目の根拠だ。1965年に国交正常化が果たされると、韓国は、毎年のように、数百億円規模の ODA を受け取った。まず、経済協定に基づく支援金が、有償2億ドル、
そして無償3億ドル。それだけではない、韓国は日本人技術者による技術指導すら受けていたんだ。いつも韓国人はこのことに目を背けようとするが、ハンガンの奇跡は日本の技術指導をなくして実現することはできなかった。1971年にはソウル地下鉄の建設費として270億円、1972年、73年には商品借款として各年200億円の有償支援を受けている。商品借款とは、輸入が必要だけれども自払いに使用する外貨が足りないという国のために日本が外貨を貸すというものである。もしこの時日本がいなければ、韓国は外国と貿易することすらできなかったんだ。これだけではない。韓国が新たにダムを作る際は必ずと言っていいほど日本が建設費用を支援している。その支援は90年まで続き、総額は現在の貨幣価値でなんと5兆円にも上る。韓国は独立した後も日帝時代と全く変わらず日本におんぶに抱っこであったのだ。世界のどこを見渡しても韓国ほど他国から手厚い支援を受けている国など存在しないだろう。これだけ莫大な支援を受ければどんな国でも韓国並みに発展できるとアメリカ人学者は指摘している。また韓国が支援を受けたのは日本だけではない。アメリカからも多くの支援を受けていたんだ。これが第3の理由になる。アメリカが韓国内で米軍基地を置いたから韓国は発展できたというものだ。アメリカ軍が国内に駐留するだけでも軍事費の削減につながっていたし、何より他国の脅威に怯える必要のない安全保障を受けることができた。普通に考えれば紛争地帯である韓国に投資をしようとする国なんてどこにもないだろう。米軍基地による安全の保障があったからこそ韓国は今のような発展を実現できたのだ。多くの韓国人は、我々はベトナムに行き米韓同盟に貢献したと主張をするかもしれない。アメリカからの恩恵に対し韓国人の血によって報いたと。しかし当時ベトナムに派遣されたアメリカ兵55万人に比べると、韓国が派遣したのは最大時でも5万人程度と、そこまで大きい影響があったとは考えられない。さらに韓国はアメリカから参戦の見返りとして様々な恩恵を受けている。例えば当時韓国が導入した外資40億ドルのうち20億ドルはアメリカが負担したものである。残りの20億ドルも韓国が自ら調達したものではない。アメリカが日本や西ドイツに圧力をかけて支出させたものだ。アメリカの恩恵に報いたなどとんでもない話で、ベトナムに軍を派遣することでさらなる恩恵を享受していたわけだ。またアメリカは韓国に17億ドルの軍事援助を行っている。さらにベトナム戦争に必要な物品調達は優先的に韓国企業へと発注され、これがきっかけで韓国の財閥企業は急成長を遂げた。韓国人兵士の給料もアメリカが支払っていた。この時代韓国が得た外貨の約4割はベトナム戦争に関連したものである。アメリカの支援がなければハンガンの奇跡は資金不足で失敗に終わっていただろうとアメリカ人学者は語っている。確かにベトナム戦争に参加していなければ当時使える外貨は4割も少なかったはずなので、そう考えるのも当然と言えるよね。まとめると、1、戦前に日本から63兆円規模の支援をタダで受けたこと。2、戦後も日本から5兆円規模の支援を受けたこと。3、アメリカの同盟国として様々な恩恵があったこと。韓国が先進国になれた理由はこの3つと言える。アメリカ人学者が韓国が先進国になれたのは日本のおかげだと指摘するのは、冷静に歴史を紐解けば当然と言っていいだろう。以上が韓国人がネットに投稿したスレッドの内容でした。自ら望んで併合されたにもかかわらず、当時の韓国を日本の植民地と呼んだり、ちょいちょい突っ込みたい点はあるのですが、お隣さんにしてはかなり客観的に意見を述べていると思います。しかし、この内容は韓国人にとってはどうしても目を背けたい真実でした。それでは、この投稿に実際韓国人はどのような反応を見せたのか、
韓国人の怒りの声を見ていきましょう。こんなの新日派野郎の妄想だろ。韓国には戦前からすでに鉄道は引かれていた。日本人野郎が鉄道を敷いただって、日本人の手を借りなくても我々だけで十分できたことだ。まあその鉄道事業を支援したのがその日本野郎なんですけどね。1899年に韓国で初めて営業開始した鉄道は、日本が建設したソウルからインチョンを結ぶ 33.2 キロの線路があったからこそ実現したんですよ。日本が韓国に工場を建てたというが、北朝鮮との戦いでそういったものは全て破壊された。63兆円の投資によって韓国が発展しただって。戦後の韓国には何も残っていなかったじゃないか。スプンダムや総監督府庁舎などの重要な建造物も未だに残ってるんですよね。悲惨な朝鮮を豊かな大韓民国にしたのは、極論を言えば全て欧米の技術のおかげだ。だって鉄道も電気も欧米が発明した技術じゃないか。欧米の発明が韓国を豊かにした。サルマネが得意な日本人はそれをそっくりそのままコピーして韓国に貼り付けただけ。それでも日本のおかげだっていうのか。その技術を投入するにもお金がいりますよね。財政破綻していた朝鮮を復興したのはどの国でしたっけ。明治維新以前には韓国に技術を教えてくれと頭を下げて懇願していた日本が韓国を発展させただって。寝言は寝てから言えよ。日本が韓国を侵略さえしなければ今頃韓国は G7 入り、逆に日本は G20 にすら入ってなかっただろう。少なくとも室町時代の頃にはすでに日本の文化の方が進んでましたけどね。麻生副総裁がド直球で韓国を批判しました。国として政治も経済も成長していないと日韓の国会議員懇談会で正面から指摘したんです。実際もう韓国経済はどうしようもありません。あらゆる経済指標がどん詰まりの現状を示しています。例えば海外進出企業の国内回帰率はたったの 4.5%。 韓国から出て行った企業のうちなんと 95% がもう国内に帰るつもりはないよと明言しているんです。そんなわけで経済全体が危機的状況に直面しているんですが、特にヤバいのが自営業。自営業のうち約7割が多重債務者、いくつもの貸金業者からお金を借りて実質的な返済不能状態に陥っているんです。そんな彼らの積み上げた借金は総額で約1000兆ウォン、100兆円。そしてこのうち7割に相当する約70兆円が多重債務による返済不能状態、つまり事実上の不良債権と化しているんです。自営業だけでも不良債権が70兆円も存在している。どれだけヤバいかひしひしと伝わってきますよね。というわけで今回は麻生副総裁の発言と韓国経済の現状について詳しく見ていきましょう。最初に見ていくのは韓国経済そのものの弱体化。貿易投資振興公社の調査によって国そのものに魅力がないことが明らかになりました。同社の行った今後国内に生産拠点を戻す予定や計画はあるかというアンケートにわずか 4.5% しかあると答えなかったんです。調査対象となったのは韓国から海外進出した企業734社。このうち国内回帰するよ、する予定があるよと答えたのはわずか33社だけだったんです。残りの701社 95.5% はそんなつもりはないと回答しました。国外に拠点を移した企業の大多数はもう二度と国内で事業をやりたいとは思っていないんです。もうそれだけ自国に愛想が尽きているんですね。その背景にあるのは生産性の低さ。コリア日報の取材に応じたソウル大学のチュヨンソプ教授は、円安によって日本企業は国内回帰を急いでいる。しかし韓国の場合は生産性が低すぎると指摘しました。これはどういうことかというと、円安でもどうしようもないくらい韓国の魅力は低いということです。最近は円もウォンも通貨安に動いています。そのため日本企業は生産拠点を国内に移し始めました。国内の生産コストが相対的に安くなってコスト競争力を維持できるようになったからです。
わかりやすく言うと、数年前までは時給で1000円払っていたら約10ドルだったのに、今は6ドルちょっとで済む。だったら海外より労働者の質も高い日本で生産した方がいいじゃないって動きになっているんです。同じことは円安が進む韓国でも言えます。本来なら韓国企業の間でもコスト的に有利だから国内に戻ろうという動きが出てきてもおかしくないんです。ところがそうはなっていません。なぜなら生産性が低いから。はっきり言うと労働者の質がとんでもなく悪いんです。韓国の労働生産性、一人の労働者が1時間に生み出せた価値は約 42.9 ドル、アメリカの 74.8 ドルやドイツの 68.3 ドルと比べたら文字通り比べ物にもなりません。こうなっている理由は想像がつきますよね。特に自動車業界では生産性の低さは有名です。2020年にはヒュンダイの工場において一人でできる作業を3人でやる束作業が常態化していたのがメディアにすっぱ抜かれています。本来なら一人の労働者がやる仕事を3人でやっていたら一人当たりの生産性は単純に3分の1です。他にもライン上を流れてくる車を 5,6 台まとめて作業してあとは休むプル作業や、逆に 5,6 台が通り過ぎてからまとめて作業するプッシュ作業と呼ばれる状態も横行していたとのこと。要するに休まず作業していたら6台分の作業ができる時間で1台分しか働いていなかったんです。残りの5台分の時間は休憩時間です。そりゃ生産性が低すぎると言われますよね。そのせいで円安にもかかわらずもう国内には戻りたくないという企業が大多数を占めているんです。さらに日本では国内回帰に対する補助金がありますが、韓国の場合はそれがありません。正確に言うとあるにはあるんですが、海外工場を全部閉鎖してからじゃないと支給対象にならないんです。 A 国の工場は国内に移すけど B 国の工場はそのままにしたいって場合は何の支援も受けられません。このように労働者の質の悪さとトンチンカンな経済政策のダブルパンチによって韓国の産業は空洞化が進んでいるんです。しかし未だ国内に残っている企業も安泰ではいられません。中小ベンチャー企業省が行った調査では、韓国企業の5年生存率がわずか 33.8% に過ぎないことが分かりました。起業してから5年以内に7割近くの企業が倒産しているんです。この数字は OECD 経済協力開発機構内で最下位クラス。韓国より悪い国はポルトガルとリトアニアの2カ国しかありません。ポルトガルの5年生存率は 0.8% 低いだけの 33.0% なので、実質的にはリトアニアだけと言っても過言じゃありません。もうダントツでひどいんですね。しかもこれは2020年に行われた調査によるもの。今の韓国経済はさらなる不況に陥っているので、もっともっと悪くなっていてもおかしくありません。せっかく自分でビジネスを始めてもほぼ立ち行かず、あっという間に倒産してしまう。そういう絶望的な状況に韓国は追い込まれているんです。特にひどいのが宿泊、飲食業。これ、韓国では自営業としてやる人がかなり多いんですが、この2業種における5年生存率はわずか 22.8% に過ぎません。成功できるのは5人に1人だけなんです。もっと言うと、1年生存率だってたったの 65.9%。 韓国で宿泊、飲食業をやるのは半ば賭けみたいなものなんです。1年後にはざっくり半数が倒産しているわけなので、コイントスをやっているようなものです。しかもギリギリ生き残った場合でも借金に苦しめられているという場合が少なくありません。中央日報の報道によると、ソウルの飲食業界では賃貸料と未収金が積み重なり、赤字経営を泣く泣く続けるケースも多いとのこと。要するに、うちの借金を返すまでは倒産なんかさせないぞ、他から借りてでも金を返せという状況になっているんです。それは統計にも現れています。2022年10から12月期における自営業者の貸付残高、借金はなんと1019兆ウォン、日本円にして100兆円以上です。
この統計を発表した韓国銀行によると、前年同期比で100兆ウォン、10兆円ほど増加しており、過去最大の数値となったとのこと。自営業の借金は、かつてないレベルでどんどん増え続けているんです。しかも、この借金を返す当てはありません。韓国の自営業者のうち約7割は多重債務者です。その名の通り、複数の業者から借金をしている人のことで、同国では3カ所以上から多重債務とみなすという定義になっています。そしてこうなると彼らは借金を基本的には返すことができません。というのもほとんどの場合、借金を返すためにまたお金を借りるという状態に陥っているから、 A 社から10万円を借りたので利息の2万円を合わせて12万円を返さなくちゃいけません。でも返せないので B 社から12万円を借ります。これで A 社への返済は終わりました。でも B 社には利息の2万円と合わせて14万円を返さなくちゃいけません。そのために今度は C 社から借りたので返済額は合計17万円です。最初の返済額は A 社への12万円だったのに、最終的には17万円にまで膨れ上がっています。これが多重債務の怖さ、利息の怖さです。そして韓国では自営業者のうちなんと7割、人数にすると実に450万人がこういった多重債務状態に陥っているんです。これだけで現状のヤバさがわかりますよね。自営業の多重債務者だけでも全人口の 8% 強を占めているんです。しかも彼らは多額の借金を抱えています。自営業全体の借金額が2022年末時点で約100兆円でした。このうち約7割、実に72兆円が多重債務者によるものなんです。つまり実質的に返せない、返す当てがない不良債権が72兆円も積み重なっているんです。さらに韓国銀行の発表によると、負債総額は2021年末時点ではまだ63兆円だったとのこと。つまり実質的な不良債権がたった1年で10兆円近くも増加したんです。この増加傾向は現在も続いています。最新の2023年4から6月期の統計では、自営業全体の負債総額は昨年末から4兆円増加の104兆円、そのうち多重債務者によるものは2兆円増加の74兆円に達しました。もちろんどちらも過去最大規模。今の韓国では返す当てのない、返されるはずもない借金がどんどん増え続けているんです。何らかの対策を取らない限り、次に発表される最新の統計でも負債額はやはり過去最大を記録するでしょう。そのため自営業が抱える債務は金融危機を引き起こしかねないと不安視されています。韓国銀行は直近の報告書で、自営業に対する貸付は多重債務となっている場合が多く、不良債権化すれば危機が金融業界で素早く伝達する懸念があると指摘しました。多重債務者は銀行からもノンバンク、消費者金融からも借金を重ねています。最新の統計だと負債総額の約4割が消費者金融からのものだそうです。そんな人たちが、もう会社は倒産寸前です、私個人も自己破産しますとなったら、銀行も消費者金融も含めた金融業界全体が被害を負ってしまうと韓国銀行はそう警告しているんですね。ちなみに隣国では日本と比べて自営業が非常に高い割合を占めています。韓国の労働力人口約2800万人に対して自営業は約650万人の 23%。 一方日本は労働力人口約6900万人に対して同200万人の約 3% です。ここまで韓国の自営業がどれだけ借金に苦しめられているかお話ししてきましたが、所詮は小規模な自営業の話でしょと思った方も少なくないかもしれません。でも日本とはインパクトが全然違うんです。自営業の苦境は全労働者の5人に1人、全人口の10人に1人に関わってくるとんでもない大問題なんですね。家族経営のお店を考えたら、この割合はもっと高くなるでしょう。自営業の苦境は経済全体、
金融業界全体を揺るがしかねないんです。じゃあ、どうしてこんな状況になっているかというと、根底にあるのはムン・ジェイン前大統領の無茶苦茶な経済政策、特に最低賃金の大幅な引き上げです。この5年間で最低賃金は約680円から962円へと 41.6% も上昇しました。現実の経済はそんなに成長していないのにもかかわらず、お給料だけ強制的に引き上げられたんです。自営業はお店に入ってくるお金が変わっていないのに、出ていくお金だけ増えることになりました。結果、借金まみれ、多重債務まみれのとんでもない状況に陥ったというわけです。しかもムン政権はこの苦境をあえて無視しました。具体的な手法は統計改ざん、統計庁に圧力をかけてまで。最低賃金の引き上げで経済は順調そのもの、さすがはムン大統領様だという見せかけだけの成果を作り出したんです。最近はユン政権によって調査が進んでいるんですが、当時は統計庁の職員が大統領府から呼び出されて、調査が間違っていることを認めろと叱りつけられた事件があったことが分かっています。また非正規雇用が86万人増えましたと報告したら、ありえない数値と断定されて、これは回答した労働者が自分を非正規雇用だと勘違いしたんだよということにされたそうです。こういった統計改ざんを拒否した職員は左遷されて、応じた職員は高級官僚へと昇進したとのこと。こんな無茶苦茶なことをやっていたら、そりゃ経済だって無茶苦茶になりますよね。ムン前政権は経済の実態を無視して、賃金を引き上げたら景気は良くなるんだというドグマ、教義だけを追い求めて、統計すらそれに合致するように改ざんしていたわけです。ただ現在はこういった無茶が明るみになりつつあり、ムン前大統領の側近であるホン・ジョンピョ経済首席秘書官やファン・ドクスン雇用首席秘書官ら22人はすでに統計法違反と職権乱用などの罪で捜査が進められています。10月20日には大統領記録館内部文書の保管庫に対する検察の家宅捜索も行われました。捜査の手が大統領本人まで及ぶ日も遠くはないでしょう。くしくもその直前の12日に、日本の麻生副総裁は韓国との国会議員懇談会で、歴代大統領は命を奪われるか逮捕されるかの二択だと指摘しています。要するに韓国は国として成長していないと痛烈に批判したんです。国民の直接投票によって選ばれる大統領なのに、誰もが犯罪に手を染める、そうじゃなくても捕獲対立、左右対立の中で敵対勢力に命を奪われる、建国以来ずっとこういうことを繰り返してきたわけです。ちっとも前に進んでいません。経済だって同じです。うまくいかなかったら統計をねじ曲げて見せかけだけ取り繕っています。麻生副総裁はこの成長のなさを正面から指摘したんです。そしてムン前大統領も統計改ざんによって逮捕されようとしています。彼も歴代大統領と同じ末路をたどるしかありません。まあ無茶苦茶な経済政策によって多重債務を抱えることになった自営業の人が450万人もいることを考えたら、当然の結末と言えるのではないでしょうか。さてそれでは最後に今回の話題に寄せられた反応を一部ですがご紹介します。これこそゴリ足種子学、理想と現実が食い違ったら現実の方がおかしいんだとする考え方の根幹は李朝時代から変わってない。小手先のごまかしで何もかもを解決せず先送りにし続けた結果が現状ということですね。実にあの国らしい。650万人のうち450万人が多重債務者、自営業のうち最も多い職種は飲食でも宿泊でもなく多重債務者であるってことですね。いかがでしたか？今回はロシア人教授とアメリカ人教授、そして麻生さんから見た韓国についてまとめてみました。いずれもめちゃくちゃ鋭い指摘でしたよね。何かと日本に難癖をつけたり、我々は先進国だなどと韓国は言いますが、器が小さい限り先進国への道はまだまだ長そうです。当チャンネルの感想ですが、ランコフ氏の指摘が
特に的を得ていると思いました。結局、自己中心的な振る舞いをしている限り、味方なんて増えるわけがありません。損得勘定しかできない限り、韓国は前に進むことが難しいままだと思います。まずは、お金目当てで日本に難癖をつけるのを、やめることから始めてほしいです。よかったら、皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは、最後まで見ていただき、ありがとうございました。